ではですね、早速次のスピーカーに参り、えー、たいと思います。スライドを出ますでしょうか、えー。アーティストの、えー、竹谷大輔さん、えー、お願いいたします。拍手でお迎えください、えー。皆さんおはようございます。 えと僕はカナダのトロント市で活動しているので、えー、と日本語は最近あんまり話していないので、えー、とプレゼンはちょっと苦手です、はいえー、とこれ、僕4歳児の時の写真なんですがこの写真のすぐ後にオートバイに光りまして、えー、と顔面血だらけ世の中真っ赤っていう時があったんですけど今でも覚えてるんですけどその時にまた死ねない僕まだ地球救ってないからって叫んだみたいなんですね。 とということで、えー、と地球を救おうというのが僕の,あの、えー、とモットーというかなんですけど、えーとですね、その後、えー、と地球を救おうと思ってニューヨークに留学しまして、えー、と一般大学に入ったんですが、えー、と地球を救う前に英語がまず分からなくってまず自分がこう救われなくちゃいけない状態になってしまって絵の授業をたくさん取るようになって、えーとまあ、それで単位が取れたんですけど、まあ、それでまあアートスクールに転校して、まあ、アートを続けるという感じになったんですが。 まあこれはえと地球を救うためには人間の心理を知らなくちゃいけないということでまあセックスが終わったカップルっていう感じなんですが朝からすみません <laughs> でえとこちらはえと僕のトロントのアトリエなんですが2004年に祖母が入院しまして看病のために一時帰国したんですが家賃を払うのを忘れててで3か月後にえとトロントに戻ったらこの状態になってたんですね。ということでえと地球を救う前にまず自分をリセット。 すすることになっっちゃったんで,すでその後カナダのトロントで2歳半から高校生までの一貫教育の学校で美術の先生を7年間しましたで、まあ、学校の先生忙しいのでアートする時間がなかったんですけどとりあえず生徒一人一人の肖像画を描こうと思って200人今日全員描きました。でその中で まあ子どもの,の想像力っていうのはすごいなってすごい感心して自分のアトよりすごいっていうふうに思っちゃったんですねなので生徒が授業中に作ったものを模写して作っていくという作業をしてこれ僕が作ったんですけど生徒のえっとコピーです。 でえっと、授業で使ってた教材を自由に自分のアート作品に使えるようになってこれはあの鏡を切ったモザイクなんですけどこれはビデオレコーディングブースで僕「大輔」って名前なんですけど海外だと大「大数期」「大数期」って毎日呼ばれるんであのビデオの中でブースの中で「ILOVEYOU」っていうのを言ってもらって「ILOVEYOU」を言ってからこうへその方でこう滑り台で出てくるっていう作品を作りました。でこれはえーっと中でっって言って言るのをこう プロジェクションなんですけど、えっと、ハートブースの中は密室なんですがそれがビデオで投影されちゃうので結局みんなと共有しちゃうっていう形なんですね。で愛っていうのはこう言わないと共有できないっていうのを作品化しました。はい でえーとまあ、そういういろんな子どもの、えー、と作るような、えー、と材料を使って作品を作ってたんですがまた絵に戻りたいという感じで、えー、と風景画を描くようにしましたこれトロントなんですけれども抽象象画画と具のハイブリッド作品なんですねでどうしてこういう絵になったかっていうと僕、えー、と海外に住むようになっても人生の半分ぐらいで20年ぐらいなんですけど、まあ、カナダにいてもニューヨークにいた時も日本にいてもいつも遠くからこう社会を眺めているような。 感覚になっちゃってるんですねでちなみにこの作品は、えっと、ここの、えっと、タワーの上の方の階の美術館の館長さんが機構文を書いてくださいまして、えっと、カタログでますで、まあ、そんなことをやりながらこれは僕ケニアにカナダ人たちと一緒に行ってアートスクールを作った時のやつなんですけど、えっと、ケニアの高校生あのびっくりしたんですけど絵を描いたことがなかったんですね。で僕絵の具持ってケニアに行ったんですけど初めて絵の具を持って絵を描いたんですけどやっぱすごかったです。 でえー、と東日本大震災が起こってからは、えー、と第一プロジェクトと称しまして仮設住宅などを回って子ども向けにアートのワークショップをやってるんですけどこれはあの気仙沼市に行った時に、えー、と3月11日からの光と題しまして、えー、とメモリアルで毎年光の塔を建ててるんですけれどもそれのポスター画を描きました。 でこのおじさんは僕のお父さんではなくてあのダグラス・クープランドっていう文豪さんで、えっと、2001年にカト d o 文庫から神は日本を憎んでいる「GOTHAVESJAPAN」っていう、えっと、本を出したんですねで、まあ、東日本大震災後だったのでいや神日本に憎んでないから「g o ゴ l o v e s j a p a n っていう作品を作りましたで上の方は「g o ド l o v e j a p a n g o ド l o v e z i t j a p a n GOVISITJAPAN」という感じでですね えっと、みんな日本に行って、えっと、サポートしてくれというメッセージを作りましたで同じ展覧会で、えっと、ト,レトロントの廃材を利用して美術館の中に、えっと、被災地を作りましたで少しずつこう増加を入れていって最終的には花畑になって、まあ、復興がえっと完成するという作品なんですけれども奥の方にあの階段がありましてあの 鑑賞者の人が上までこう歩いて上がれる作品なんですね。で、海外ではやっぱりこう映像でしか震災っていうものを見ていないので、やっぱ実際に自分の体があのフィジカルでどっかに行くっていうことがこう。体感するっていうことだと思うんですね。で、これはえっと副大の。 卒業生でロリータファッションをしている人の友達になって、えっと、今の福島を写真としてアーカイブ写真作品としてアーカイブしようというもので、まあ、被災地だけじゃなくて福島市内や会津とかいろんなところに行って写真を撮ってそれをまあ写真集として残すことで今の福島を伝えようと思ってます。でですね、これれはえっと宮城県の尾長町にえっと支援物資として送られたランドセルを アート作品にして遠足プロジェクトっていうのを始めたんですけど今このプロジェクト日本巡回してて来年はカナダを巡回しますで、えー、とこれはあのグランドハイアット六本木ヒルズなんですけど、えー、とそちらの里巻さんに話を頂い,いて、えー、と六本木アートナイトにえと参加しましたでその時にカナダ人4人来たんですけど、えー、と震災後、まあ、プロジェクトを通じて、えー、と総勢12人 カナリアンを今年日本に連れてくることができるようになりました。ということでアートを通じて、まあ、国際交流、えー、復興支援教育などいろいろやってるんですけど、えー、とこれが最後のスライドなんですが大助竹谷ドットコム大地プロジェクトスドットオーグですありがとうございました。 あの、たまたま僕もちょっと地球を救いたいなと思ってたんですけども。<laughs> あ、そうですか。じゃあ、あ<の>チーム君でやりましょう。そうですね、なんか今特に、こう、これを伝えたいっていうか、これ今見てほしいみたいなアート作品っていうので。ありますか。あれば、皆さん。今見てほしい。今というか、今、こう熱い、こうテーマみたいなものもしあれ、ねあ。僕の中でですか。そう,すかそうですね。とりあえずは、あの、僕たちはもう大人で、今の社会を作ってしまった。なんていうんですか。前科ものみたいなもんだと思うんですね。 で子供はこれからの社会を作っていって社会を引っ張っていくので子供のアートっていうのに注目してほしいと思いますで大人の目から見たら大したことないなと思うもんでも色使いがすごかったりとか一本の線がわおっていうのがあると思うんで子供も侮れないですよパクりたくなるぐらいのばかりです <laughs> ありがとうございましたありがとうございました